ロサンゼルスのラッシュアワーのスペイン語ラジオ番組でエル・マンドリルとしておなじみのリカルド・サンチェスがドナルド・ジェトランプをエル・オンブレ・デル・ペルキンつまりカツラの男と呼んでいるこれがニューヨーク・タイムズの一面に載っているんですカツラなんんて被ってっいません自分の髪です。 誓いますちょっと来てここに来てください来てください決着をつけましょうバーバラ・ウォルターもやりましたバーバラは年間何とかって賞を私にくれましたここに来てください私の髪をチェックしてください手に負えなくなってきた少しだけですあまりぐちゃぐちゃにしないでくださいねヘアスプレーは使っていますからここに来て地毛ですか触ってそうですか行ってください 地下だと思います私たちは知り合いですか違いますねいい人ですねありがとうお会いできて嬉しいです素敵な奥様ですね誰だか知りませんがいい人です私の記事がニューヨークタイムズの一面に載りました文章の出だしが私がカツラをかぶっているですかぶっていません誓います